本日は映画フライト公開直前テイクオフイベントにご登場いただきましてありがとうございます。映画フライト公式キャビンアテンダントモデルガールズの皆さんです。おい、貴重なお礼をもらってどうすんだ。どうもこんにちは。こんな綺麗な CA がいたら、この貴重がいなかったらどうすんのよ。ミュージックスタート。皆さん素敵でしたよね。柳沢機長素敵でした。いや皆さん綺麗ですよね。身長高くて、平均身長どのくらいですか。175センチ。私はね、靴とヘアスタイル入れたら167センチだ。こちらの映画もご覧いただいたわけですけれども、見ましたよ、はい、もう最初からのこの30分35分、そのくらいがね、もうすごいです。迫力あって、ああそうです、真に迫りますね、この映画。この名優のデンゼル・ワシントン主演作になりますが、上昇気流でいい夢見ろと書いてありましたすごいですね、この役者さん。細かい芝居がすごいです。例えばあの目の動きとか、ちょっとしたこの目の動きとかのこのアップのシーンとかありまして、ちょっとすごいなと思いましたね。噂によりますと、私も今まで見たことがないんですが、飛行機ネタがあると。ネタっていうか、その状況ですよね。離れていく、飛行機離れていく、ブン、ブン、皆さん、機長の柳沢です間もなくヒースロー空港に向いて、離陸します。ブン、ニャン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 成田。飛んだ。ヒースロー空港、あー寒そうだな、おいヒースローは。やっとヒースロー君、はい、おしまい。あ、いやいやいや、どうもどうも、すいませんね、このお忙しい中をね、一緒に共演されて。いや、すごい良かったですよね、やっぱりね、皆さんありがとうございます。すごいんですよ、朝会いましたよね、誰か。朝、はい、朝ですね。あの踊る前で朝お会いしました。よろしくお願いします。あ、どうもこちらこそよろしくお願いします。あの買ってましたけど、中学校の頃シグレットブーツ 9.8 センチ、であれで骨折したのよ、小田原駅で走ってったらパーンと降りてった。でも学校の先生が言ったら、ちっちゃいわ、ちっちゃいなりでいいんだって、ね、小さい人の方が好きです。ちょっと今言った。明るくてすごくあの元気な方なので、一緒にいたらこっちも元気をいただけそうな、毎日笑顔でいられそうです、はい、明るくなりそう。リハーサルもずっと笑いっぱなしだったので楽しかったです、はい、素敵でした、はい、退屈しなさそうです、毎日なんか本当キャラクターみたいな。あ、そうそう、俺よく言われます、あのネット見たら一家に一台欲しいって書いてある。この機長の衣装っていうのは初めて。初めてなんですよ。どうですか、慎吾さん。よかったですよ、ドラマグッドラック。え、グッドラック、よかったですね、出てましたよね、機長で。え、よく見たら堤真一さんだった。あのネタ、あの途中時間関係でやらなかったって言ってましたけど、はい、ちょっと気になるんですけど、やらなかった部分。あれはね、飛行機の中ですね。真一さんというのは、こうやって歩くんですよね、ピシッとして、でこうやって歩くで、合うでしょ、目と目合った瞬間に。お客さん何飲まない皆さん、フライト見てください。この映画見て、いい夢見ろよ。あばよ。あの、ここ笑い声後で編集で入れてもらって。